オートンボメは巨大化した昆虫が含まれる絶滅した昆虫類であり、英語ではグリフィンフライとも呼ばれている。オートンボメは古生代時代に存在した。ほとんどの種は原生のトンボよりもわずかに大きいだけであったが、石炭気候期に存在したメガネウラ、メガティプス、ペルム記前期に存在したメガネウロプシスペルミアナは現在知られている最大の昆虫である。 メガネウロプシスペルミアナは、翼腹が最大71センチメートルであった。石炭紀前期に存在したトンボの祖先であるメガネウラ、マニ。ハネは680ミ、mm、リメートルに達した前肢と、腰とは、腰の肛門部が大きいことを除き、侵脈がほぼ類似している。前肢は、一般に、腰より細くてやや長い。原生のトンボ目と異なり、縁紋がなく、 原生トンボ目と比べると、染み役のパターンはいくらか単純である。ほとんどの標本は、翼断片のみ知られ、完全な翼は、ほんの数例しかなく、胴体の印象があるのは、さらに少ない。標本から、大きな葉のあるシュター号を持つ球形の頭部、強いトゲ足、大きな胸、そして細長いトンボのような腹部が見られる。おそらくトンボのような捕食者であったと推測される。 いくつかの幼虫も知られており、原生のトンボの幼虫と同様の後期があり、活発な水生捕食者であることを示唆している。大トンボ目はトンボ目に含まれる場合もあるが、トンボ目に特徴のある翼の機能を書いており、グリマルディとエンゲルは、俗称であるジャイアントドラゴンフライの代わりにグリフィンフライを用いるよう提案している。メガナイサープターンの創造図。全紙の演紋は、 不正確に色付けされている石炭機の昆虫がどのようにして大きく成長することができたかについての論争が行われてきた。気管を通した拡散によって酸素を体内に取り込む呼吸システムが昆虫の大きさに制約を与えるが、太古の昆虫はそれを大きく逸脱しているように見えるのだ。はじめに提案されたのは当時の大気には酸素が 現在の20%よりも多く含まれていたためにメガネ裏は飛ぶことができたというものだった。この理論は他の科学者によって却下されたが、巨大化と酸素利用性の関係について研究がさらに行われたことにより、最近ではこの説への追認が見られる。この理論が正しければ、これらの昆虫は酸素濃度低下の影響を受けやすく、現在のような大気中では、 生き残ることができなかったということだ。他の研究によると、昆虫は、気管圧縮、身長の急速なサイクルで呼吸をしていることを示している。現代の昆虫や鳥の飛行エネルギー論の分析により、酸素濃度と空気密度の両方が、個体の大きさに関連性を提供することを示唆している。大トンボの巨大化を酸素と関連づけるすべての説が抱える。 一般的な問題は、翌幅45センチメートルという非常に大きなメガネ裏化がフランスのロデーブのペルムキ後期という大気中の酸素が安有量が石炭期やペルムキ前期よりもかなり低くなった時代で発見されていることである。ビーチリーは、希少性脊椎動物の捕食者が存在しないことが、石炭期とペルム期のユシアズナの昆虫の大きさを最大にまで巨大化させ、 餌となる装飾性の昔アミバネムシとの進化的、軍拡競争によって、体の大型化が加速されたと推測している。ありがとうございます。